こんばんは、火曜日の8時半になりました。新潟ポンデリングの時間です。第57回ということで、今日もまたよろしくお願いします。はい、それじゃあ早速番組をスタートします。新潟県立大学、国際地域学部の4年生吉田彩香さんからご紹介いただいた、今日はこの方がゲストでございます。それじゃあ自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、新潟県立大学国際地域学部国際地域学科4年生の東アジアコースロシア語を専攻しています米山真理子です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ロシア語、はい、ちょっといいですか。ロシア語ってさ、はい、難しくない？難しいですね。まあ、突然で、ね、あれなんですけどロシア語を専攻されたってのは何でまた専攻したのは、本当にあんまりよく考えないで、うん、うちの学校が、中国語と韓国語、うん、あとロシア語を専攻できる第二言語として、うん、外国語として。なるほど。第一言語は英語なんですね。はい、第二言語がずっとロシア語。そうですね。私の東アジアコースが、うん、その中国語、韓国語、ロシア語を専攻する。なるほど。はい、うん、県立大学にはロシア語の先生とかおられるんでしょ、はい、そのネイティブの先生とか、はい、うんうんうん、その提携ハバロフスクの提携校から来てらっしゃる先生が、うんうん、もう3回ぐらい変わったんですけど、うん、今すごく偉い先生が来てくださってて、私と同じ学年で1年間留学してた子がいるんですけど、そこではかなりその寮に暮らして、うん、あと授業料とかすごく安く住むようにしてくださったみたいですね。もう交通費が一番高かったって言いましたですよね。ロシアの物価ってどうなんだろう。物価はそんなに変わらないみたいですね、新潟と。そうか、はい、そうか、うん、やっぱりほら海外のさ留学でいつもやっぱり気になるのは治安の問題あるじゃないですか、はい、うん、ロシアって今どうなんだろうね。その帰ってきた子の話でもいいんですけど、ちょっと情報があったら。はい、うん、やっぱり広いんで、うん、その子の行ったハバロフスクは本当に新潟と似たような感じで、うん、まあでも寒いんで夜は出歩かないですね。投資するね、もう部屋でお酒飲んでるって言ってました。あ、もう帰ってきたらウォッカしか飲まなくなってないかすんだろうな、うん、強くなってましたね。うわ、よくほらなんか命知らずが90何度とかいうやつ飲むじゃないそんなお酒あるんですか。ウォッカでなんかこう火が出そうなやつ、火気厳禁って書いてある酒があったりなんかするんだけどそこそっか、ということで、その大学時代の話も含めてこれからですねちょっと写真を見ながらね、はいはい、いろいろお話をしていきたいと思うんですが、それでは最初の写真がドンとこちらに出ておりますが、おこれは多分当てましょうか。はい、家で飼っている猫ちゃん。その通りです。名前はシャチって言います。このね、分かった。すごくさ単純に考えていいですか、はい、この色、体の色でつけたでしょ。その通りですね、でもそんな感じに見えるね、はい、ほんとシャチだね、はい、かわいいな。おこれはまた楽しそうな写真が出てきてますけど、はい、これはコンパ。いえ、そんなことはありません。え、合コンではない？いや、違います、違います。お男は一人しかいないですね。いいじゃないの。うちの兄なんですけど。あ、え、ちょっと待って、これ家族団らんですか？家族こんなにいっぱいいないでしょう。はい、実家、父の実家の方なんですけど、うんうん、ちょうど長岡花火に友達を連れてきて、はい。あ、米山さん、長岡。はい、うん、長岡から通ってられるの？はい、家、アパートを借りて一人暮らししてます。あ、今ね、そうだよね、はい、毎日帰ると大変だもんね。はい、ね、信越線に泣かされるっていうのも結構あるしねそうですね、うん、そうかそうか。それで長岡の花火とかになるとこうやって人が集まってきて、はい、みんなで盛り上がるわけですね、はい、そうです。この時は特に集まって、うん、私も友達一人連れて行ったんですけど、うん、なるほど。でもいいね、長岡花火。なんかチラッと聞いたら家からすぐに花火が見れるところ。はい、そうするとさ、もう関係ない人まで集まってきたりなんかしない
そうですね、うん、あそこら辺はもう車の無断駐車が多くって、うんうん、みんなもう家にあるものをとにかく何でもこう周りに出して止まらないよ、車が止まらないように。ああ、なるほど、はい、やっぱりそう住んでる人たちは大変なんだね。そうですね。で買い物も出れないし ね、 そうですね、大渋滞でさ、もう近くの原神が柿、うん、一番書き入れ時ですね。ああ、そかそかそか。来年になりますかね。来年また8月ありますもんね、はいはい、お邪魔しますので一つよろしくお願いいたします。お父さんお母さん見てますか。今度はカメラ持ってお邪魔するのでぜひよろしくお願いいたします。ということで、そういう撮影の約束ができたところで、じゃあ次の写真お願いします。はい、お、これがまたいいね。これが、うん、女子会。そうですね、ロシア語コースの仲間です、うんうん、あ、いや、またみんな可愛い子ばっかりで可愛いですね。うん、ねえ、これはどこですか、場所は。学校の近くのチャチャですね、うん、焼肉。あ、チャチャさんね、はい、食べ放題、はい、ね、学生に優しい、学生に優しい、お財布に優しい、はい、で、女性だと安いんだよね、ちょっとね。まあ後でここで最後にね、はい、多分こうテロップかなんか出て、はい、チャチャさん女性いくらいくらとか出ると思いますけど。いい宣伝です、うん、いや、いいね。でもどれぐらい食べる？いや、こうさ、拝見した感じちょっとこうスラッとされてるから、そんな食べないのかなと思って。いや、食べますね。嘘。で、焼肉、この時はどうだったかわからないですけど、うん、甘いものがとにかく好きなんで。そっかそっか、女子はね、いくらでも。え、甘いものはもう得意。得意ですね。すごい、すごい量食べる。すごいよ、もう毎日食べないとちょっと精神が安定しないぐらい。え、嘘。精神が安定しない、ちょっとまずいね。あ、まずいですね。うん、あの糖尿病になるぞ。はい、気をつけます。いやいや、でも楽しそうだ、いいな、はい、こういうのをやっぱり大学の友達と学生生活の中ではこうね、はい、エンジョイしながら、はい、ね、でもこういうさ女子会になると大体出る話って何ですか。出る話、ちょっとこの時はでもほっちゃうぞ、文化祭の打ち上げで。あ、そうかそうか、はい、文化祭なんかやったんですね、はい、みんなで。そのロシア語コースで、うん、ロシアンクレープのブリヌイっていうお菓子を出して、はい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 、見事売り上げが出たので、その売り上げで。いいの、その売り上げ使っても。あ、もうそれは学生の取り分なんで。なるほど、実践的なあれだね、はい、その今のロシアンクレープの、はい、何でしたっけ。ブリヌイです。ブリヌイってどんなやつですか。はい、もう本当に生地にちょっとヨーグルトを入れてもちもちさせた、うん、小麦粉の生地にヨーグルトを入れる、はい、ちょっと水切ったものを入れて、うん、混ぜて、うん、そうすると生地がもちもちするんで、うん、そこに何でも挟んで、向こうは甘いものだけじゃなくて、うん、それこそハムとか、そうですね、お魚とか、おご飯風のものから、いろんなものを挟んで、はい、で売るわけですね、はい、で、米山さんたちが学園祭の時に出したのは中に何を入れたの。はポテトサラダとか、うん、ジャムとスメタナっていう、これもロシアの、うん、スメタナ、はい、スメタナって何。サワークリームなんですけど、うんうんうん、ちょっと日本では売ってないので、うん、生クリームに、またヨーグルトを入れたものが、あの、それが一番味が近くなるって先生がおっしゃってたんで、うん、用意して、うん、それを入れて、入れて、はい、作った、はい、それでがっぽり儲けた、がっぽり儲けました、がっぽり儲けた、人気でしたねそれが、あ、だろうね、やっぱりそんなもんさ珍しくて食べられないからさ、そうですね、みんな殺到するよね。この、6人の方たちで。あ、もうちょっといたんですけど、はい、うん、あのちょっと下の学年とか上の学年の人にも手伝ってもらって、うん、あ、いいですね、そういうあのコースで、はい、まあ、上下のね、はい、上の下の学年の人たちと一緒になんか取り組むっていいね。そうですね、そこぐらいしか、ね、関わる機会が、はい、うん、お、これはロシア人の方と、はいはい、うん、今留学に来てる、うん、マリアさんという方です。マリアさん、はい、あ、なかなかまたお美しい方で、はい、すごく可愛いです、はい、ただあの年齢がね、僕分からないんだよね。そうですね、ロシア人の方とかさ、はい、結構あのヨーロッパの、そう、はいはい、そうだけど大人っぽいですもんね、うん、ちなみに彼女は、彼女は2つ下の20歳です今。へっふいっ
本当に。はい。これお化粧のせいですかね。あ、この時は結構大人っぽいお化粧してましたね、うん、彼女も。仲良し。仲良しです、うん。いつも遊んでる。そうですね。ロシア語コースで、うん、その留学生のお世話を頼めないかって言われて、うん、お世話役として今。お、あ、これもまた楽しそうだ。はい、すごいなんかインターナショナルな感じがしますね。そうですね、うん、これはあのロシアじゃなくて、うん、第一言語の英語を、あ、英語の授業ね、の方で、うん、ミネソタ、アメリカのミネソタに留学していた時の、うん、研修に行った時の写真。へえ、そっかそっか、はい、やっぱり留学されたんですね。はい、行っちゃいましたね。行っちゃいましたね。はい、うん、ミネソタいつ頃行ったの。1年生の2、3月です。あら、またすごい時に行きましたね。はい、ミネソタ冬。冬です。大変だったでしょ。寒かったですねあ、ちょっと待って、これさ、はい、誰が書いたんだろう、これ。あ、私が書きました。え、ヨラさんも書いた。はい、これ、まあ、いつ書いたか当てようか。はい、授業中。はい、まあ、大体ですね、こういう手の込んだ絵を書くのはですね、そうですね、講義の最中とかね、はい、うん、見たくなってくると。そう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 、うまいね。あ、ありがとうございます。なんかイラストレーターになれそうですよね。いや、そこまでじゃないですけど。いやいやいや、すごい。これは多分、友達ではない。は、先生です。その授業をやってくださった。へえ、舌出して授業するベランと舌出して。あの、顔は別に似せたわけじゃないんですけど、うん、体型がちょうどこんな感じだったんで、うん、キューピーちゃんみたいだなと。いや、ほんとキューピーちゃんだよね、はい、こうやって大体授業中にこう、はい、たまにね、こう、はい、余裕があるというか。そうですね、あの、うん、書いてると、うん、あの、目が冴えてくるんで。でもこんな教授いるよね。ね、いますね。いるよね、はい、絶対いるよね、こういう感じの人ね。いますね。でもうまいな。ありがとうございます。うん、で、固有名詞は聞けないけど、はい、新潟県立大学におられる、某教授。某教授。某教授。はい、こう見ただけでもですね、こういう絵を描いていただけるということは相当やっぱり愛されてますね、教授の皆さんがね。そうですね、うん、すごいね、あの、なんていうの、そういうさ、想像力豊かなんだ、宇野さんは。いや、あの、個性の強い教授が多いので。なるほど、うまいね。個性の強い教授ですよね。キャラクターが確立されてるという、はい、へえ、すごいな。でも楽しそうだな、授業中これで思わずふっとかね、さ、いや、もう傑作揃いですからね。ぜひこれさ、どうですか、新潟県立大学図鑑とかに、うん、できたらちょっと申請してみますね。あと、もうだって卒業までほんのわずかじゃないですか。はい、ね、そうするとさ、今のうちにさ、そう、新潟県立教授大学大図鑑みたいなのこう爪痕を残して。そう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 。お、え、これの中に米山さんいます？あ、います。え、わかんねえ、どれだ。フードをかぶってる。フードをかぶってる、赤い方が。はい、はい、あらま、ちゃいましたね。これはコスプレ大会。いや、文化祭です。コスプレして、うん、ダンスを踊りました。この格好で踊るダンスっていうと初音ミク。あ、はい、ご存知で。あ、初音ミクさんのボーカロイド、はい、はい、と仲間たちっていう感じで。楽しかったですね、うん、あの、反応も良かったです。そうだよね、これ出てきたらね、うん、俺釘付けになると思うな。ダンスもすごい頑張って、うん、あの、私普段ちょっとおっとりしてるように見られてるみたいなんで、うんうんうん、マリコこんなに早く動けたんだねっていう。あ、そ、こんなに早く動けたんだねっていうのも、最高の褒め言葉なんでしょうか。そうですね、私にとっては、うん、新境地が開けてね。そうですね、うん、この時はまだあの2年生だったんで、うん、上の学年の先輩と私たちの学年しかまだ学校にいなくて、うん、お、これはすっごくいい場所ですけど、これはどこですか。はい、長野の上高地です。あ、上高地。はい、こういう写真を撮るということは、旅行好き、それとも山好き。山ですね。山。はい、登ったりするの。登ります。よく、もうここからだいたい
登っていきますね、うんうんうん、最初はこんな綺麗な景色を楽しむ余裕もないままだよね、はい、山登るってさ途中でやめられないじゃないですか。そうなんですよね。あれがね、はい、あのすごくなんて言うんだろうな、ハードル上がってるんだよね自分の中で、はいはい、この登り始めるまでに、まあ、準備したりするのがいいとしても、はい、こう登り始めたらさ途中で引き返すと、はい、すっごくこうね負けた感があるし、ね、で登頂、ね、頂上まで行くにはさ、はい、ちょっともうやりたくないなという思いとさ、はい、いろいろそういうのが交錯すると思うんですけど、はい、米山さんどうですか、くじけたことあります？いやもう何度もくじけそうになりましたね、うん、これは多分槍ヶ岳に登りに行く時の写真だと思うんですけど、うん、槍ヶ岳は、大学1年生の夏休みに槍沢ロッジっていう標高線、槍ヶ岳の標高1900メートルぐらいの山小屋でアルバイトをしたことがあって、それまではその山小屋までしか登らなかったんですけど、そっから上をまたちょっと目指してみようと、はい、登った。つらかったですね。うわ、そこからが本番だったんだなって思いました、うん、まあここまではねアルバイトでこう登ってきて働けるぐらいだけど、はい、ここから先がっていう感じの、はい、それでハマっちゃったわけだ山に。いやもう二度と来るもんかと思ったんですけど、うん、もう一人山好きな子がいて、うん、ヨネちゃん行こうよって言われると断れなくてなるほど、はい、でも結構ちゃんとした装備をして、はい、ウェアとかさやっぱり、はい、やっぱ防寒対策とか体温調節のね機能のあるものがないと山はやっぱり危険ですもんね。そうですね、うん、もう本当に買い揃えて、うん、靴もいいのを買って、うん、それでもやっぱり靴ずれするんですけど。あそうだよね。あこれ本当山があるですな、はい、いやかっこいいなね、こういうので山登ってたらさ、はい、ね、すっごくなんかこう楽しげに周りからは。そうですね。ね、はい、で女の子たち同士だから、うん、なんか苦痛な顔とかしないで登れそうですねいやでも苦痛でしたねこの時は。そうだんだんさ言葉なくなる。そうですね。あとみんなペースが違うんでバラバラになっているかなみたいな感じで。あ、声も届かなくなってきますね。うん、やっぱりこう自分のペースで登っていくのが一番大事なんだ、はい、そうですね、うん、そうじゃないとやっぱり体力が真ん中の子が初挑戦だったんですよ、うん、山登りこの時、うんうん、だからあんまりちゃんとした山登り用のウェアとか靴とかじゃなくて、うんうん、でこっちに合わせて登らせると大変だなっていう感じ で、ちょっと置いてきてしまったんですけど。うん、どん、はい、あ綺麗だね。まだそうです、ね、うん、雪が残っている。これでも夏でしょ、うん、夏です、ね、そのちょうど真ん中にあるこの尖ったところに向かって登っているところです、うん、あそこが頂上、はい、これが槍ヶ岳です。こんな大空の中ね、まあ辛いだろうけど、はい、もう頂上に立って下界を見下ろすともう最高じゃない、はい、そうですね、うん、達成感は半端ないですね、うん、本当にもう一歩登っては見上げ一歩登っては見上げっていう感じだったんで、うん、いや本当山があるなんて言って、まあ、失礼なこと言いました。登山家と呼ばせてもらっていいですか。ね、小娘です。いや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 、大したもの槍ヶ岳登っちゃうんだもんね。お、これもそうだね。これもまた別の山なんですけど、うん、はい、すごい霧が濃くて、うん、全然景色が見えなかった時の。あ、でもすごいな、こういうのを全部やり遂げてきたわけですね。はい、ね、はい、またどうですか、社会人になられると思うんですが、はい、山続けます？ちょっと面接の時とか、うん、忍耐力をアピールする時にエピソードを使ってしまったので続けざるを得ないとやめられなくなっちゃいましたね。はい、はい、そう、スモークが、霧がすごく強く濃かったんですけど、うんうん、そのおかげでというかライチョウさんが出てきて、こんにちはと。こんにちはと。ライチョウ見れるってめったにないよね。そうですね、うん、夏の時期だということはすぐ分かりますね。そうですね、ライチョウのね、はい、あの色で、冬は真っ白になるし、ね、はい、うん、いや
本当にすぐ近くで写真が撮れて、へー、これはいい機会だったなと。いやすごいすごいね、貴重な写真も撮れたし、はい、やっぱり山やめらんないですねやめらんないですね、はい、会社の方よく聞いといてくださいねやめないですよさあそれじゃあ次お願いします。はい、これも山ですね。はい、これは、うん、あのちょうど霧が晴れて、あー、なるほど、はい、いやこういうの見たらやっぱりやめられないのかな、うん、ね、でもあの、女性の方、はい、かなり軽装ですね。そうですね、うん、麦わら帽で、そう、あれはもしかしてプーマと言われるあのよく高校生が履いておられる、あ、そうですね、そういうあの 、はい、体操着のような気が私にはするんですが、はい、もう彼女 あのユニフォームです、ね、あ、なるほど、はい、オールデイズプーマ山の時は、あ、そうかそうか、はい、でもやっぱりそれだけ慣れてる人ではあるわけね。そうですね、うん、彼女もでも大学に入ってから登り始めた人で、へー、すごく、うん、そのさっき言ったあのヨネちゃん登りに行こうよっていう人で、あ、タイプなんだ、はい、そっかそっか、もうその端の方が学校の教授なんですけど、うん、その方が山登りが趣味だっていう噂を聞きつけて、うん、もういち早くあの登山サークルの顧問にした活発な子です。なるほど、はい、その教授を担ぎ上げて、はい、登山サークルを作り、はい、でプーマのジャージで教授登るよみたいな感じで、ヨネちゃん行くよ、はい、ついてきなよ、はい、みたいな、そういう感じの子なのねそういう感じです。これからやっぱり学校自体もまだ若いっていう言い方変だけど、はい、ね、これからどん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 やっぱりこういうのが伝統的に大きなサークルに変わっていくんでしょうね。あー、だといいんですけどね、まだ私たちの代しかいない、いないですね。まずいね、卒業できないねそうですね、勧誘してほら新入生入れてから卒業しないとねそうですね、うん、はい、じゃあ、もう1年残ることになりましたさあそれじゃあ次の写真お願いします。はい、あ、これも山の写真ですね、はい、これはどこの頂上、これがちょうどあのさっきまでの写真で目指していた、うんうん、鹿島槍という、鹿島槍、いや気持ちいいなこれもね、はい、ね、雲を下に見るっていうのがいいよね。そうですね、うん、雲海とかも見ましたね、うん、この山じゃないですけどもうすごい高いところまで来たんだなって感じで、そうだよね、はい、いや素晴らしい、いやこれだとやめられないね、はい、ね、はい、それじゃあ次の写真お願いします。あ、これがその雲海に近い感じですかね、はい、そうです、見えますか、虹、あ、見えます見えます、丸くなって、うん、はい、真ん中に自分の影が映る、はい、あーすごい、ここですよね、はい、この部分ね、はい、ちょうど、はいはいはい、カメラで撮って、これも珍しいからね、はい、ちょうどこれ太陽を背にして、そうですね、ですよね、はい、貴重な一枚だね。さっきのライチョウといいさ、はい、なんかすごいこう運を持ってるんじゃない、そういう、そうですね、この山ではすごく、うん、この写真もライチョウの写真も撮れて、うん、あ、すごい、山登りすごいなって、うん、やっぱ山との相性もあるよね。そうですね、うん、お、これもですね、あそこに佇んでおられる方はどなたでございましょう、はい、この子もさっきの、サークルを立ち上げた、うん、彼女です。あ、もうあの写真を撮るのが好きで、うん、周り雲海で、うん、あの岩のすぐ後ろも、うん、本当に反り立ってるっていうか、うん、転げ落ちそうなところなんですけど、うん、だから私はとてもじゃないけど登れなかったんですけど、もう写真のためならどこへでもって感じで、なんか将来あれだね女性カメラマンかなんかでさねえ、山岳写真家みたいになっちゃったらどうしようね。そうですね、すごいな、これもたまらないですね、うん、こういう写真が撮れるからやめられないんだろう ね、はい、ね、きっと彼女もね、すごく綺麗でね、こんなのがもう一枚でも撮れたらもう満足ですね、うん、そうですね、うん、この時は本当によくいいのが撮れましたね、うん、でもこの山以外だと結構悪天候だったりして、うん、はい、やっぱり山との相性だね、はい、こればっかり相性ですね、一番いいの持ってきました、うん、これはでも本当にさ征服してその上からじゃなきゃ撮れない写真じゃないですか、はい、ね、飛行機から撮ったわけじゃないからね、そうですね、うん、やっぱりそういう意味ではすごく価値のある一枚ですよね、うん、自分の足で登って撮れた写真なんで
ということで、はい、いろいろと、まあ、はい、今ね、いろいろお話を聞いてきましたけども、米山さん4年生で、もう就職の方は決まりました。おめでとうございます。ありがとうございます。どういった関係のお仕事でございましょう。広告のお仕事です。うん、ああ、なるほど、広告の仕事ね。はい、そうすると、さっきの絵が生きてきたりするかな。教授図鑑みたいなやつがさ。そうですね。うん。いや、あれだけ。はい。要望を聞いた時に、うん、言葉だけじゃなくて、うん、絵でも何か残せたら。そうだよね、はい、こういうのをやっぱり見せられるとさ、クライアントだってね、おお面白いなってことになるかもしれないしね。はい、うん、特にその学部で学んできたことと、うん、まあ、ロシア語とか英語とか活かせればよかったんですけど、うん、就職活動をしてるうちに心変わりをしたっていうのもあって、うん、印刷とか広告のようなこともやっぱり興味があるなと思って見ていくうちに、今の会社に巡り合ってという感じで、私も結構時間がかかってしまって7月の本当に終わり頃に決まったんですね。でも今の会社に採用してもらってよかったと思ってるんで、うん、やっぱりその自分に合った会社を疲れてきちゃったから、うん、ここでもいっかっていうふうに諦めないで、うんうん、やっぱり自分に合ったところを見つかるまでやるのが、いいんじゃないかなと思います。理想はやっぱりそのさっきも言ったように、途中でこれでいっかっていうふうに妥協しないで、自分がやっぱり胸を張って、これでいいんだって言えることを積み重ねていって、うん、この仕事を選んでよかったなって思えるふうに、仕事していきたいと思っています。うん、いや本当にね、今日いろいろな写真を見せていただきましたし、それから何よりもね、こうお話をしてて、柔らかいっていうかな、こう人をね、こうほわんとこう、ほわんって言うと怒られちゃうけどね、こんなに早く受けるんだっていう米山さんですけど、はい、でもほっとできる人、吉田さんも言ってた、はい、うん、この間言ってましたけど、そばにいるとほっとできる人ですよって言ってましたけど、本当にその言葉がね、実感できました。あ、うん、うん、ね、うん、ありがとうございます。いやいやいや、とんでもないとんでもない。米山さんは、これから残りの大学生活わずかです、はい、うん、この大学生活残りこれだけやっとくぞ、大宣言。友達とたくさん遊びます。遊んでください、はい、昨日も飲んでたらしいですけど、うん、飲んでたんじゃないのか、集まってただけか。そうですね、集まったからちょっと飲もうかっていうことになる、ね、やっぱり飲んでたそうです。あとは大教授図鑑ね、はい、新潟県立大学教授図鑑、はい、これぜひ卒業までに完成させていただきたいと、はい、頑張ります。思っておりますが、はい、桃ちゃん、もしもし、あ、聞こえますか。はい、聞こえます。あ、どうぞ。はい、桃ちゃん、来週のフォンデリングに出てもらえますか。はい、うわ、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。次週お越しいただくお友達は、同じ国際地域学部4年生の、うん、山賀百恵さんです。来週、こちらでお話を伺うのは山賀百恵さんでございます。ということで今日は本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ最後、真ん中のカメラに向かって、はい、さよならで終わりたいと思いますので、はい、一つよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた皆さん来週さよなら。さよなら。帽子をかぶってるあの子が